電波悪い、もしかして、もしかして、ちょっと悪い。こんばんは。え、今はどうなのかな。あ、今良さげ、安定したかも。こんばんは。え、新潟若干寒い。それな、なんかちょっとやっぱ違う。瀬戸内と比べたらやっぱ涼しい、涼しいっていうのかな、でもちょっと寒かった。なんかもう人によっては涼しいかも、私は少し寒かった。でもね、皆さん暖かくて、もう早くも新潟のシャマシャさん、おみかんさん、あわたかさん、ギフトありがとう、ボブさん、クルーラーさん、ジャボテンさん、ごまのまごさん、セクシーダニエルさん、ウリンちゃん、クジマスさん、あわたかさん、あっちゅさん、ギフトありがとう、かたかのたかさん、ダースさん、きなこのかパパさん、ひるさん、ソリオさん、ジャバテンさん、ヨッシーさん、ギフトありがとう、まさきさん、むさん、ダイソンさん、ハルキングさん、ありがとう、ガントチャットさん優勝ありがとう、リフトさんかわいい、ありがとう、夕方じゃない、間違えた新潟涼しいです。今日配信で見てたね、ちょっとね、あのもう 2,3 曲ぐらいはステージでパフォーマンスしたかったんですけど、ちょっと1曲だけだったんですね。残念ながら。でもね、最後ね、一緒に NGT さんとステージでコラボさせてもらいました。でもさ、最後ちょっとハプニングが起きたりしてあれですよね。まあライブを感じましたねフフフ1.8曲確かに。ウリンちゃん、シャユッチャさん、ツンちゃん、ジャボテンさん、トッシーさん、セキさん、バキハさん、ウリンちゃん、レフトさん、レフトありがとう。
なんで溜まったのかね、なんだろうね。こんばんは。なんか急にめっちゃ眠くなったなんか急にボンって眠気が今来た。でもさ、いや移動してきてさ、ステージそんな一瞬だったけどさ、こんな移動だけで疲れたんだ、疲れるんだね今もうこういう気分、あーっていう気分。キヨさん、リンちゃん、アトさん、トッシュさん、ヨコジュンさん、ハルキングさん、コモさん、セクシーダニエルさん、バケハさん、マシャマシャさん、リンちゃん、サユチョウ、ギフトありがとう。移動6時間、そりゃ疲れる。そうだよね。で、なんかさ、私が思ってたルート言ってもいいですか？私が思ってたルートはですね、広島から新大阪まで新幹線で行って、で、新幹線から伊丹空港まで、まあそんな20分ぐらいじゃないですか、車で、車両で。で、伊丹空港から新潟空港まで一気に行けるじゃないですか。まで、まあ20分ぐらい、車両で。私はそのルートだと思ってたんですよ。それこのルートやと思ってたんです、私は。そしたらまさかのガタンゴトン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 でした。ガタンゴトンでした。新幹線とは言ってません、ガタンゴトンですガタンゴトン。カタカナのタカさん、シンゴさん、クジマスさん、サンライナーさん、ジャボテンさん、ダイスさん、キヨさん、ギフトありがとう。楽しみました、ありがとうございます。だからさ、私てっきり飛行機に乗れると思って結構ちょっとテンション上がってたんですよ。勝手に飛行機に乗れるだろうなと思って。なんか最近私ね、飛行機の海外、飛行機の海外ドラマって言ったらおかしいけど、なんかそのフライトの事故をきっかけに、なんかこう物語がなんか進んでいくドラマを、海外ドラマを見てて、なんかそれでフライト
ちょっと久しなんか飛行機に久しぶりに乗りたいなって思ってたんですよ。そう、それでだからね、ちょっとね、あの飛行機に乗るっていうのがねちょっと楽しみだったんですよね、実は密かに。なのでもうてっきりね、伊丹空港から新潟空港まで飛行機で行けるものだと思ってました。密かに思ってた。フットムーンさん、レンタルキャットさん、正教室の人間さん、ゼーミーさん、キヨさん、チンチャーギさん、キナカナカゴバさん、ユキさん、きっとありがとう。まあでもそうですね、無事に来れてよかった。無事に、確かに。事故のドラマを見て乗りたくなるのか、乗り物。違う。確かに確かに。飛行機の事故から始まるドラマを見て飛行機に乗りたくなるって、私相当やばい人ですよね。普通乗りたくならんよね。え、なんかそれで乗りたくなったっていうよりかは、あ、飛行機全然乗ってないなって思っただけ。だから別に飛行機に乗っててハプニングに遭遇しないかなって思いながら乗ったわけじゃないよ。確かにちょっとやばい人。トールさん、ハルキングさん、むっちゃん、うりんちゃん、ありがとう、ありがとう。明日はついに最後から2回目のツアーとなります。新潟県、もう新潟にいます。新潟の美味しいものを食べようと、もうこの数週間ずっと考えてましたが、今のところ、まだ食べておりません。はい。明日に期待ですね。そうなんですよ。昨日おせんべいが食べたいって言ってて、せんべい食べたいです。レフトさん、ケイチさん、カラさん、ユキさん、ジンジンさん、リストありがとう。今日のステージの衣装はパステルカラーのふわふわ衣装でした。差し入れとかの、差し入れとかお弁当とかに期待させていただきます。期待をしております。お、食べたい。でも明日のツアーちょっと不安なんよね。配信見ました、ありがとうございます。嬉しい。明日の
私のね新潟ちょっと不安なのでこの後復習しておきます。こんばんは。りょうさん、ハートありがとう。セクシーダニエルさん、ありがとう。ケイチさん、マッシュさん、ハルキングさん、カミロミさん、リフトさん、カラさん、ギフトありがとう。トールさん、ありがとう。前回だって東京よね。東京終わりからさ結構空いたけんさ、なんか不安。あとレッスンに出れてないよね。この間あったんだけど1週間前ぐらい。だから今日ちょっと復習して明日に備えたいと思います。明日2公演ありますからね。なんかありがたいことに売り切れ、チケット売り切れてるらしく、なので配信でねご覧になられる方はご覧になってください。見れるそうです。ちょっと高いけどジャボテンさん、ハロさん、ケイチさん、エスボさん、ギフトありがとう。クジマスさん、おみかんさん、ヤンシゲヤキさん、ありがとう。豊中のひろさん、ありがとう。ギフト、確かにね、新潟とかめったに行かんけんさ、なんか新潟とかそのエリア、その付近のエリアでさ STU のことを知ってくれてたり応援してくれてる方も中にはいるだろうから、明日は新潟に来れたことを今日よりもなんか嬉しく感じれそうです今日もね十分新潟の良さを、なんかあったかいね本当に。あ、気温とかじゃなくてよ、雰囲気があったかいから、もう今日のこの今の段階で良さを感じてるんだけど、明日はもっとたくさんの方に会えるので、もっと幸せな気持ちで帰れそうですうりんちゃん、ギフトありがとう。ケイさん、タコありがとう。タコのタコウか、ありがとう。りょうさん、うりんちゃん、きよさん、ジャボテンさん、ハロさん、ギフトありがとう。お疲れ様、こんばんは。ダースーさん、ニコライさん、ギフトありがとう。近くで見れたよ、ありがとうね。ありがとう。そうなんですよ、あの NGT さんのファンの方もね、みたいな顔を押せず歓迎してくださって嬉しかった
優しい平和な世界だ。よしぽんさん、ヨッターさん、ギフトありがとう。空飛ぶドラえもんさん、タコちゃんありがとう。明日ってお昼が15時から新潟公演。夜が7時。こんばんは。日本海側の海は夕日が綺麗。そうだよね。私日本海ね、一回友達の運転で行ったことあるんだよね。日本海に本当にすっごい遠かった。キーさん、空飛ぶドラえもんさん、ズーミーさん、心の困りごと相談室さん、ギフトありがとう。ダイダイさん、タコちゃんありがとう。汚いからね、いいけどやっぱ日本海も違った良さがあるよね。なんか私がその車で行った時はね、めっちゃ海が綺麗なところだったんですよ。綺麗なビーチ？ビーチみたいなところ。ビーチじゃないかな。春に行った。海には入らなかった。見ただけ。日本海ってこんな綺麗なんやって思った記憶がある。こんばんは。ニクネさん、ズーミーさん、ダイダイさん、ガッキーさん、ギフトありがとう。今日は、18時30分までにしたいと思います。6時半までにしとくね。オートさん、ギフトありがとう。ミック姉さんありがとう。新潟にいる間に行きたい場所、どこだろう、どこだろう。どこかな。みんなは。あっちさん、手紙ありがとう。8時からシティチャンネル。そうだね、
NGT さんとコラボだよ。8時から STU チャンネルでありますぜ。私は出ないけど毎回ツアーの前日とかその後とかにはね STU チャンネルありますね。ニコ生です。ニコ生で STU チャンネルはあります。ナーズさん、ギフトありがとう。こんばんは。明日の新潟ロッツに行きたい。それは会場に来てくださる方ですね。なんか他にさ、なんかあるじゃないですか。あ、私も NGT さんの劇場行かせてもらいたいなって思ってたら、なんか着いた時 NGT さんの劇場のなんか外だけ、ビルの外だけちらっと見れました。ラーメン屋さんいいね。ラーメン食べたいね。ヘリアンさん、たっけんさん、ギフトありがとう。ではそろそろ30分になりますので、この辺にしておきたいと思います。今30分だけど来てくれてありがとう。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。それではランキングを読むわよ。13位キヨさん、12位カラさん、11位ズミンさん、10位アッチャさん、9位アオトカさん、8位ハロさん、7位リョウさん、6位ジャボテンさん、5位ガントチャートさん、4位藤正さん、3位カタカナのタカさん、2位ウリンちゃん、そして1位はケイチさん。ありがとうございました。それではね、皆さん見てくれてありがとうございました。バイバイ。